はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日はですねこちらなんですけれども、みかんの木ですね。まあ柑橘類全般ということでお考えいただければと思うんですけれども、以前からご質問が結構多くてお悩みの方もいらっしゃるかと思う、その悩みについて今回はねお答えしていきたいと思うんですけれども、そのお悩みがこうやって実がついている苗を買って庭に植えたんだけれども、それ以降全く実がつきませんということを結構お声を聞きます。その件に関して自分なりの見解をね今回は答えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では行ってみましょう。はい、今回のモデルさんはこちらのみかんの木になります。品種としてはね、温州みかんの系統の宮川早生っていうね品種になりますね。はい、まあ、今回はみかんの木なんですけれども、柑橘類全般としてねお考えいただけるといいかなと思います。それから他の果樹にもねある程度応用ができると思いますのでね、ご参考ください。それでですね、こちらの木に関しては樹高が50センチぐらいなんですけれども、しっかりと実が1つ2つ3つという形で3つの実がついてくれてますね。こういう場合は確実にねしっかりと生育させて水を切らすことなく生育してくれれば、今季はこの実をしっかりと赤く色づかせてくれて収穫することができます。ただ来年なんですけれども、このまま鉢で育てていてしっかりと肥料をやりつつっていう形であれば、ある程度同じぐらい収穫できるっていうこともあるんですけれども、これをやはり皆さん庭に植えたいって方いらっしゃいますよね。これをね庭に植えるんですけれども、そうすると来年以降なぜか実がつかないと。花が咲かないこともあるし、花が咲いても実がつかないこともあるんですね。その理由についてね、今回ね、考えていくわけなんですけれども、まず図でね、考えていきたいと思いますので、ちょっとホワイトボードで解説していきます。はい、それではね、こちらにホワイトボードを久しぶりに用意しましたけれども、こちらに図を書いてね、解説していきたいと思います。まずですね、この鉢。これをスポッと抜きますと、根がね、かなり回ってると思います。この鉢で育てているっていうことは、この鉢の中に根が制限されて育ってるということ。つまり、ここから伸びられないので、もうぎゅうぎゅうになっていくっていうことが考えられるんです。それが鉢から抜くことによって土に植えます。そうしますと、どういう状態になるのかというと、ここが土だとします。こう土がありますね。はい。そしてここに鉢から植え抜いたこのね木をねこう植えます。どんな形がいいかな、横にこうこんな形にしましょうか。こういう木を植えることになりますね。そういう風にするとここの鉢の中だけで制限されていた根は、やった他のところにも根が伸ばせるということで、こう伸びていきます。徐々にですけれども、このような形で、今まで制限のあったこの枠の中から出ていくことになるんですね。で、今まで制限があったから、ここの上の部分も制限された中で引き締まった形に育ってたわけです。なのでバランスが取れてたわけですね。この根が今度制限が外れたことによってたくさん伸びることができるようになると、どういうことが生じるのかというと、この根の伸びに合わせて上もこうやって伸びてきます。特に、強い枝をこう出してくるわけです。あるところからはこのように上に立ち上がる枝が出るかもしれません。こんな感じで。で、長が優勢ですので、一番ここの上はこのような形で、どんどんこう伸びていくわけです。こんな感じで乱雑になっていくわけですね。はい、ここもこんな感じに伸びて。でね、中には本当にこの環境のいいところであれば、こう、強い徒長枝が出てね、こんな感じになって樹形が暴れたりするわけですね。こういうわけで、木が、根の制限を解き放たれたことによって上の方も枝葉の方もたくさん伸びてくるっていうことになるんですね。そうしますとですね、木は
今までは小さな枠の中にいたから仕方ない、これだけのね黒いところしかないような形で生命を維持しておこうって思ったものがもっと伸びて自分を大きくしていこうということで成長期に入ってくるっていうのかな、そんな感じになってくるんです。なんだいけるじゃないかっていうことになるんですね。ただここで問題が生じるんですね。それは人間にとって都合がちょっと悪いこと、それは身ができにくくなるってことなんです。どういうことかというと、こう伸びられるということは木が勢いづいてますというわけで、彼にしてみたら身をつけてる場合じゃないよと、まずは自分の成長を優先するぜっていうことで、自分の成長を優先した結果がこの大きくなって暴れやすくなったっていう状態になるんです。ですので今までの反動が出てしまったわけですね。なのでこういった徒長枝とか立ち枝、長く伸びるような枝が出た時にはここには花がつかない。子孫を残すのは自分がこのような形で制限されている枠の中で生きてたから、子孫を作って時代を養っていかなきゃいけないなっていうことで身をつけるわけです。それがなくなっちゃってるわけですから、身をつけてる場合じゃないよという形になって大きくなりたがるっていう形になるんですね。ですので、そういった理由で花が咲かなかったり、実がつかなかったりということになるんですね。基本的にはこういう風になるのは、いい土の状態であって、太陽もしっかりとね注いで、健康な状態に育ってるっていうことが前提ですけれども、もちろん、ここが日当たりが悪かったりしたら、やっぱりそういう理由で花が咲かなかったりっていうこともあるので、いろんな状態があります。もし庭木、他の庭木なんかで花や実がつかないよっていう方は、他の原因もありますのでね、そういったものもまた改めてやりたいと思います。で、ひとまずは今回はこういったわけで実をつけないと。花芽をそもそもつけてくれないという形になるわけです。で、これがじゃあいつになったら花をつけて実をつけてくれるようになるのかっていうと、この木自体が十分にこの環境で成熟した場合ですね。で、ある程度伸びてもう十分だよと、もう十分に大きくなりましたよと、で枝葉も茂ってもう子孫を残せるようになりましたという形になったら、まあもう根もたくさん伸びてきてね、こういう形でしっかりと張るようになってきたら、もう上がね充実して下も充実してますので、ここでやっと花が咲いて、でそれが大きくなって実になるという形になってくるわけですね。はい、そういうわけですので、それにはどれくらいの期間が必要なのかっていうことに関しては、このバランスが取れるところっていうところまでしか言うことができないんですけれども、ただ言えることは、比較的こうやって上に向かって伸びる枝には花が咲きにくいので、そういったところには果実もつかないですから、そういったところはこう剪定してあげて立ち枝なんかをこう切るという形にして、そうするとこの横に寝ている枝には実がつきやすくなりますので、そういった剪定を施していって、ここも高さがこう芯を止めたりして、こういうような形でここもいらないなとかね、そういう形にして横に伸びる枝を増やしていくわけです。横に伸びる枝、そうすると横に伸びる枝には実がつきやすくなるという形になるので、何年先かは分かんないんですけれども、木が落ち着いたらという形になります。ただそれを促進させるためには多少肥料をやったりとか、そういうことも必要にはなるかと思いますけれども、はい、それであとはこれはちょっと裏技なんですけれども、この根がやはり先ほどのように危機を感じられれば、こちらにやっぱ子孫を残すために実をつけなければっていう風な信号を送るような形になってると思いますので、だから根をここで例えばスコップでここにね、ちょっと絵があまりうまくないですけれども、こういった形でここのスコップでこの根を、ここに出てる根を切ってあげると、切ってあげる、全部の根を切っちゃいけませんけれども、多少何箇所か切ってあげると、そういうことをするとそろそろ実をつけなきゃいけないかなっていうことで実をつけたりすることもあるんですけれども、それはちょっと裏技ということで、はい、捉えていただければと思いますので、基本的にはこの根が十分に伸びられるところまで伸びて、それで木が成熟したら実をつけると、そこからはもうじわ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 成長していって
ある程度老木になっていくという形のサイクルになるわけですね。はい、以上のような原因で庭植えをすると実がついていた木が翌年から実をつけなくなってしまったっていうことのね、原因になるかなと思います。で、今回はねこれで終わろうかなと思ったんですけれども、少しだけ、まあ、秋なのであまり切らない方がいいんですけれども、ちょっとね不要な枝がありましたので、そういった枝を整理するという意味で超軽剪定だけ施しておきたいと思いますので、ご覧ください。はい、それではこれから実際に剪定していきたいと思いますけれども、基本的にはもう秋なのであまり強くは切らないですけれども、実もなってますしね。ただあんまり込みすぎてるところとかそういったところだけ切ります。基本的にはもうこういったところですね、これね途中で切られてて、ここから枝葉が何も出てません。こういったところに関してはこう綺麗にね、擦りをなくすような形で切っておきます。で、ここも枯れ枝なんですね。この枯れ枝もこう切っておきます。こうやって綺麗にしておけば、来年また芽が出た時にね綺麗にね伸びていってくれますので、こういったところもこう切っておきます。この程度ですね。あと枯れ枝がここにあるので、この奥の部分、ここも枯れ枝を切って、で一番切るとしたらば、ここの枝ですね。この枝が立ってる枝なので、もう将来的にねここ残してもあんまり意味がないかなっていうのも、横に伸ばしていった方が実がつきやすくなりますので、こういった立ってる枝ですね、立ってる枝はここの元から切ってしまいましょうかね。まあ、この程度であれば今の時期に切ってもいいかなと思いますので、こうしてこのようなね立ち枝、これを抜いておきます。で、この枝は切ってしまうとちょっと立ち枝なんで大きくしたくない場合は切りますけれども、これね来年ね実がつくような枝が出てくると思いますので、残しておいた方がいいかなと思います。もし小さくしたい場合は下の方でね、ここで切るとかっていう風にしてもいいかなとは思いますけれども、このような形で、あとねごちゃごちゃしてるところで、この内側のところ、ここなんかもこの芽が出て枝が出てるだけなので、将来的にはここの枝なくてもいいかなと思いますので、ここでしっかりと付け根で切りますね。こういった形で、あんまり枝葉をなくしすぎてしまいますと、冬にね風邪ひきやすい木なので、そこだけちょっと注意して、まあ傷んでる葉っぱとかはこのようにね取っていただいて、こうすっきりさせていただいてもいいかと思いますけれども、あまり切りすぎないようにね今の時期は気をつけてください。で、本格的に切るのはまたね春ですね、3月ぐらいがいいんじゃないかなと思います。芽が出る前、そのあたりに本格的な樹形の調整をして、またね来年の実を楽しめるようにするという形がいいんじゃないかなと思います。はい、以上で剪定が終わりました。いかがでしょうか。ほとんどね樹形は変わってないと思いますけれども、全体の枝の流れは綺麗に見えるようになったんじゃないかなと思います。はい、皆さんもよろしかったらご参考ください。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。